テレ東ビズ。テレ東ニュースとテレビ東京ビジネスオンデマンドはこの春テレ東ビズに名称を変更します。ホンダは中国での3月の新車販売台数が1年前より2倍以上増え、3月として過去最高になったと発表しました。新型コロナの影響で苦戦が続いていた反動もあり、大幅な増加となりました。スポーツタイプの多目的車 CR-V やセダン、アコードの販売が好調でした。4月は世界有数の規模を誇る自動車の展示会、上海モーターショーが上海で開かれ、自動車業界には追い風となりそうです。